山本乃木太郎空想の果て幕が夢を喰って生きるように彼は空想を喰って生きている男であった一日の勤務を終わって往来に出た彼は例の通り空想にふけりながら歩いていたこうして道を歩いている。 100円紙幣が1枚落ちている。いや、100円1枚じゃ都合が悪いな。10円紙幣10枚にしておこう。それを拾う。カフェレーブンでカクテル1杯に10円札をポンと放り出す。カネちゃん、ヨウちゃん、フーちゃんたちが驚くだろう。大体奴らは俺を軽蔑して嫌がるからな。 そして残りの90円でいやそんなことは小さいな1,000円拾うそうすると1,000円いやそんなことじゃ足りない5,000円1万円だが待てよ金を拾って引徳すると懲役者だな。 懲役は感心しないだから警察に届けて報酬をもらうことにしようそうすると1万円拾ったところで最高2割で2,000円か足りないな50万円拾うことにしよう報酬が10万円まだ足りない100万円ええ 一層のこと500万円拾うことにしておけすると報酬が100万円あるわけだなそうなるとその100万円でまず最初に家を建てる家の外観間取り等はあそこのバツバツ工務店のウィンドウに出ているある設計図のあれにするかなだがあれだと総工費3500円だちょいとお粗末かな だがまああれで辛抱しようそうなると俺一人じゃいけない美しい妻いや妻はもらわないことにして美しくてかわいい間遣いを置くことにしようそうなると書生も置かなくちゃならないだが待てよもしその書生とその美しくかわいい間遣いとが愛し合って俺が苦しむなんかは困るな こいつは困るな。しかし500万円なんて大金が落ちていようはずがないじゃないかいや落ちていないことも限らないバツバツ銀行からバツバツ銀行へ808号の自動車が大トランクを積んで警官護衛で毎日正午4時にはこの道を通るじゃないか行員も居眠っている 警官も居眠っている。運転手はめちゃくちゃに走らせるバツバツ屋の角を急角度で曲がるときに急激な反動で立ててあった大トランクが横倒しに転げるその弾みにドアがバタンと開いてトランクがコロコロと転がり出る運転手は気づかずにめちゃくちゃに走ってしまう。 俺の歩いている前へ500万円入りのトランクがコロコロと転がってくる俺はすぐにそれを拾う車じゃ行けないタクシーを呼ぶタクシーが都合よくその辺にいてくれればいいがなあまあ都合よくいることにしておこうバツバツ警察へ警部さん立ち会いの上でそれを開いてみる 無論中には百円札がぎっしりと詰まっている500万円なんだ間もなく銀行員が泡を食って駆けつける警部さんの前でお金の引き渡しが済むそこで習得報酬金が問題になる銀行員は10万円出すという俺は法廷の2割説を固執する 警部さんは中を取って30万円で我慢せえという。だが俺は我慢せないな。あくまでも2割を主張する。銀行員はやむなく2割。100万円を俺の前へ並べる。俺はそのうちから10万円を分けて。これは恩賞を通じて事前事業に寄付します。と言って差し出す。 警部さんは嬉しそうにニコニコとするだろうさて100万円いや10万円寄付したから90万円だそれを釜口90万円はとても釜口へは入らないその日はちょうど都合よく大きな風呂敷を持っていることにしておこうだがそれはあまりにおあつらえ向きで自然ではないな困るなあどうも そうなるとええー、仕方がないオーバーを脱いでそれにくるむとしようそしてまたしてあった自動車に乗ってさあどこへ行ったものかな下宿の部屋なんかには無論置けない一軒の銀行に預けて銀行が倒れると困るだから何軒にも分けて預けることにしよう三菱三井住友 第一というふうに20万円くらいずつ分けて預けることにしようバツバツ橋の交差点で彼は危うく電車に衝突するところであったこれはある日の時の彼の空想の一つに次ないこうした空想にばかり生きてきた彼にある日彼の空想どころではないもそっともそっと不思議な事件が 現実に起こってきた。キネマ館の羽でたくさんの人と共に吐き出された彼は11月の夜をゆったりとした歩調で都に着いた電車にも乗らずひんやりとした秋の夜更けを寂しいバツバツ症までしかも落ち着き払った足取りで歩いているのは今見たばかりの映画のストーリーに彼一流の空想をかぶせて楽しもうというのである。 バツバツ通りを東へバツバツ通りの坂道を北へさらにバツバツ町を東へ折れた昼でさえ人通りの少ない門構えの大きな建物の立ち並ぶ高台のバツバツ町は人一人通っていない寂しさであった一町に一つ三町に二つというふうにまばらな軒明かりが ただだわずかに街路の所々を照らしているる。けであるつい二三丁の前方に大きな真っ黒いゴムの木の墓に彼の下宿である水明館の窓がぼんやりとした薄暗い光をのぞかせている目を上げればその大通りからは急な傾斜をなして港町の火がイルミネーションのようにぼんやりとした屋きの中に瞬いているのであるが 彼はそんなものに目を向けようともせずただ暗く黒い昆布のようなアスファルトの上に目を伏せながら歩いていた静止した大きな車輪が次第に速度を加えて回転を始めるその音響が地軸の回転音に似た偉大な鎮静の音律をなして映車壁の中から聞こえてくる 水に浮かぶ睡蓮の葉のように静止していた大小無数の歯車が音もなくかみ合ってあるものは急にあるものは緩やかにおのおの異なった速度で回転を始める黒ずんだ鉄の光精巧な機械の組み立てそれらの生と等との操縦な美が彼の網膜によみがえってきた彼は今 鉄腕の男を見ての帰り道である彼は彼が今までに見た機械の映画の主樹を思い出そうとしてみた車輪人手なしの女正義の強者彼の頭の映写壁はそれらの映画の機械の情景を映していただがいつの間にかそれは応援な肉体美人の行列に変わっていた そこには幾十人のいや幾百人のビリーダブがいたことであろう足を上げ手を伸ばして一列に柔らかな曲線を描いて遠くの方にあたかも黄昏の革明の中へその列は連なっているようにそれは彼が前週見たばかりのファストナショナルの紅い宗師のあるシーンに連想したものであったいつの間にか 彼自身が映画の中の人になっていた彼はコンサージの背広の上にカーキ色の工場服を着て大きな車輪と無数の歯車と大きなラッパを備えた精巧な機械の前に立っていた彼の空想はいつの間にか彼を人造人間製造機の発明家にしているのである彼の空想は 彼が一歩を移すごとに成長していったとにかく俺の完成した人間を作る機械は一回転ごとに一人ずつ人間が機械に装置せられたラッパ管から飛び出すんだちょうど水泳の飛び込みみたいな姿勢でその前面に設けられたぬるま湯のガラスの大浴槽の中へ飛び込むみるみるうちに真っ白い太陽を詰め込んだように その大浴槽はぎっちりいっぱいになってしまうそれに一定量の太陽熱を一定時間直射すると人造人間は生命を与えられはつらつとして踊り出す年齢なんかは自由自在だゲージを30に合わせば30歳18に合わせば18歳の人間が飛び出す男女の別なんかは何でもないことにしておこう 白刀を転ずれば男石刀を転ずれば女というふうにしておけばいいんだ美臭こいつはぜひ必要だな俺は醜い子が嫌いだから美しいやつばかりを製造することにしよう出し抜けに彼が見つめながら歩いていた真っ黒い歩道が鋭く光った自動車のヘッドライトである出し抜けに まだ彼の空想が消えぬうちにエンジンの音も立てずスルスルと滑るように進んできた自動車は彼の前まで来ると吸い付けられたようにそこに止まった止まったと思うと黒い服を着て大きな車上メガネをかけた運転手がドアを開くとするりと一人の女が降りてきた目が覚めるような美しさだ ぼんやりとしている彼の前へ白いベールをかぶったままの女が近づいてきたフェルトゾウリの快いきしみが彼の頭をなぜたただいまあなたのお宅へ伺いましたのいいところでお目にかかれましたさどうぞ女は落ち着いた流ちょうな 美しい声で言った。うわ。僕は？面食らった。彼が何か言おうとしたが。いいんですよ。黙ってお乗りになればいいの？うわ。僕は？しかし、彼はある。不可抗力に押し込まれるように女と並んで。 不安な腰をクッションに下ろした自動車は走り出した快速力で深夜の街を縦横に走る自動車市街地図に縦横に線を引くがごとく東に向かうかと思えば南に西に北に南東に北西にどこをどう走っているのか方角さえもわからない一体どこへ 彼が言おうとすると、するただ黙って乗っていらっしゃればいいのよ美しくさえた声がそれを遮る自動車のついたのは暗い地下室らしい車庫の中だ女は黙って彼の手を取ってそこから通ずるコンクリートの階段を上がって行く暗い中にうっすりと光る大理石の廊下の階段 カーテンをしんしんとたれ幾たかの洋室。彼は長い廊下を幾曲がりしたことであろうそして最後に導き入れられたのは十畳ばかりの日本部屋であった32色であろうかその電光は白い薄絹のカバーを通して室内を照らしていた闇に慣れていた彼の目があまりの明るさに視力の統一を失っていた 何でも彼は新しい畳からゆらゆらと影楼が登っているように思った部屋の装飾ただ彼の目についたものは座敷の中央の火鉢と傍らに立てられた無地金の半袖の屏風火鉢の前の座布団に彼を導いた女は「どうも失礼をいたしましたね」「随分驚きなさったでしょう」 実はねこう言いながら女がベールを取ろうとした時その瞬間パッと電灯が消えたあら女は低い叫びをあげた部屋は真っ暗であるどこからも光の漏れてくるところもないその闇の中でするすると絹ずれの音がした その夜明け方に近い頃彼の乗った自動車はまたしても一時間の時間を費やして彼の下宿である水面館の表に泊まった送信した者の,のような彼をそこに下ろした自動車は明かりを消したまま走り去った空想に生きてきた彼はその夜から追憶に生きる彼となった伝統が消えた さやかな気ぬずれの音がした女の近づく気配を感じたしかしその女は電気が消えるまでそこにいた女の持っていたものとはまるで異なったにおいを持っていたまるで金屏風の上に静止したほのかな光の一点が暗闇の空中に半弦を描いてそこに静止するまでのある一点にきらッと光るように見えた永遠な瞳。 それはもちろんダイヤの光に違いないのであるがあの女の指にはダイヤはなかっただから電気の消えてからの後の女は電気の消えるまでの女とは別物に違いない彼のその夜の印象はただこれだけであった走る光線の中をちらっと通った瞳金屏風に反射した 雨後の大気を透かして見る星のような光時々彼の顔を探った青白い電光それはあの時あの部屋のどこからか忍び込んでいた一筋の光線に反射するダイヤのそれに違いない電気が消えて女があらと言って立ち上がった時屏風の影にキラッと光ったものを見た その時女はまだ立ち上がったのみで一歩もその位置を動いてはいないはずであった闇の中で女が入れ替わったことは間違いないのだが一体何のためにその不思議が彼の頭を満たしているうちはよかっただがそうした不思議の次にはダイヤの光女の匂い 闇の中の女の髪の感触肌の魅力が彼の頭をいっぱいにしたそれは何という苦しき悩ましさを持って彼に迫ったことであろう彼はその夜の女を忘れることができなかったそれから彼は無勇病者のように街を徘徊し始めたその夜の女の家を探すためである 彼は幾度かその夜の記憶に残る全てのものを数え出してみたそこにはただ大きな機械と真っ白な肉体とばかりが鮮やかによみがえってくるだけであったある日彼は部屋の縁側に出てぼんやりと庭を眺めていた晴れた日の朝であるそこに一羽の鳩が餌をあさっているのであったが そしてそれがこの庭としては不思議なことであったのだが彼はそれをただぼんやりと眺めていた鳩は人慣れた鳥だやがて庭から縁側に飛び上がり彼の前へ次第に進んでくる鳩が前一尺に近づいても彼はぼんやりとそれを眺めているだけだった鳩が彼の膝の上に登った ふと見るとハトはその首に何者かをつけているようだ彼はそれを手に取ってみたそれは1個のダイヤの指輪であったその夕べのことであったがバツバツ座の消極祭天陽が特等席の婦人客から借り受けた指輪をラッパ状の金物容器に入れそれをピストルに仕掛けて正面に仕掛けた額を打つと その額は破れて正面に仕掛けた額を打つと、その額は破れて婦人客から借り受けた指輪を首に結びつけた鳩が飛び出したが、その鳩はどう戸惑い出したものか、どこともなく飛び去ってしまった。その指輪は大きなダイヤの入った細い白金であった。ところが不思議なことには、 天陽が失策を射してその代価を賠償しようと思って特等席へ行ってみたがそこにはその指輪の所有者である婦人の姿は見えなかったそれから20年の歳月が流れた彼の指には20年間ダイヤの指輪が刺されていた彼はこの指輪がその夜の女のそれであると信じきっていた なぜそう信じたか。それは分からなかったが彼は固くそう信じきっていた彼は20年の間その指輪を指にさしその夜の女を探し求めていたのであるその20年間のただ一つの出来事それはバツバツステーションで今まさに発射しようとするバツバツ行きの車窓の女を見たことである だがその女はその夜の自動車の女であったかもしれないが無論ダイヤの女であろうはずはなかったあるいは自動車の女であると思ったことさえが彼の錯覚であったかもしれないある夜のことであるその夜はちょうど20年前のあの夜と同じように老けた寂しい街の夜であったみすぼらしい彼の姿が 酒にでも酔っているのかふらふらとした足取りで歩いていた影絵のように黒い彼の姿であるが彼が危うく砲を映すびごとにその手からキラキラとダイヤが光ったふいに自動車が通った一瞬彼の姿が前照灯の鋭い光線に照らし出された彼はよろよろとした。 運転手はハンドルをクイと回した車の車輪が斜めになって自動車はそこに止まった彼の姿は地上に倒れていた彼は死んだのである運転手が降りてきて車上の人に何事か一言二言言葉をかけた車から降りる一人の青年紳士続いてその母らしい夫人 運転手が彼を抱き上げようとしたときダイヤがキラッと光ったちょいとお待ち夫人が声をかけた動かしちゃ悪いかもしれないからお前この車を持ってバツバツ先生をお迎えしておいで運転手はその場を立ち去った倒れている彼のそばに近づいた夫人は彼の顔にしばらくは視線を凝らしたが次には 地上に投げ出された彼の手にじっと見入るのであったそしてやがて夫人は片手を持ち添えてそっと彼の手から指輪を抜き取った黙ってそのそばに港の明かりを眺めて立っている青年紳士の顔は彼の青年児と同じ顔であったこの悲劇の中に 最も幸福な一人の富豪,があった富豪は巨万の富を相続せしむべき一人の男子を得たことを喜んで死んでいったのである。